皆さんこんにちは、エルザです。今回は唯一無二の弱点不要持ちデバフサポーターギンローを普通プレイヤー視点で解説していきたいと思います。まあ、ギンローに関しては早速復興が来ましたね。初めてギンローが出た時からずっと使っていますが、このキャラは正直大変お世話になったと言えます。ただギンローについてはアップデートの情報変更や突において装備が変わったりとめちゃくちゃ管理が大変なキャラでもありますね。強い性能なんだけど使用してみるとなんか違うという感じです。そこで今回は無凸無持ちで活躍したことや注意点を紹介できればと思います。詳しい異物などの解説については過去に紹介してますので、そちらを見てもらえるといいかと思います。それではやっていきましょう。それでは銀狼が活躍したことをまず紹介したいと思います。1つ目はアタッカー属性の偏り負担を軽減となりますね。一番ギーローを引いてよかったのはアタッカーを選ばなくなったという点です。まあ、スタレはアタッカーを1体持っていたとしても弱点の関係でずっと使えるっていうのは非常に難しいんですよね。特に敵のレベルが高くなったり裏庭や模擬宇宙とかをするとどうしてもやられるというシーンが出てきます。そういった不利な状況を弱点付与で突破できるのは銀狼の唯一無二の能力なので、安定感が上がるっていうのがいいんですよね。何より今スタレの状況としてはインフレが起きてる中なので、まあ大好きなアタッカーを長く使えるっていうメリットもありますね。意外とメインアタッカーってコロコロ変わるので、このあたりはすごくありがたいところです。2つ目は弱点のご利用しができるという点です。弱点というところで言うと単純なご利用しが可能になりますね。前世削りができるだけでバトル展開は良くなります。普段対応ができない敵やボスでも弱点付与でバトル展開を有利にするっていうのはありがたい部分ですね。特にガチャを多く引けない人には狙った属性のキャラを集めるっていうのはとても大変なことかと思います。まあ、よっぽど運がいいかっていうところですね。で、僕自身は月のやつと気候だけもやってて美化金としてやってますが、まあ、狙ったキャラを引けない時期は弱点付与できる銀狼は本当固定のメンバーぐらい優秀だったなと思います。銀狼引いてからのちょっと安定感っていうかね、そこは良かったなと思いますね。続いて3つ目です。デバフが豊富すぎる。続いて紹介するのはデバフの豊富さです。まあ、弱点付与防御力低下、攻撃力低下、減速、あと単全属性耐性低下、粒子もつれっていうのがありますね。まあ、粒子もつれに関しては弱点撃破5となります。で、これだけのものなんですけど、まあ一部ランダムな効果っていうのもあるんですが、必殺技による防御力ダウンとかも選べるのでかなり強いんですよね。一気に3つとかデバフをつけることが可能です。で、デバフ特化のキャラとも言いますね。で、デバフの数で性能が上がる光炎水とも相性がいいので育成しがいのあるキャラともなってます。まあ、デバフキャラって意外とこのスタレのゲームでは優秀なんでね、腐りにくいキャラでもありますので、それを一気に一人で盛れるっていうのは強いところかと思いますね。以上で銀狼を使って活躍した話となります。結構キャラの寿命だけではなく性能面でも優秀だなと思いますね。よくよく考えたら一番使い込んでるキャラかもしれないです。で、属性が足りなくて困ったらイルトケでどうにかなるいいキャラクターだと思います。銀狼についていい点ばかり話してきましたが、もちろん引く上での注意点がいくつかあります。1つ目は効果命中を意識することです。銀狼のデバフの命と言ってもいい効果命中はとても大事ですね。数値を意識しないとデバフ付与率はガクッと下がります。で、細かい数値を言うとキリがないので、テンプレベル8のスキルですね、の無凸の場合はだいたい 100% 以上を目指すのがいいです。まあ、細かく言うなら 104% 以上ですね。はい。まあ、デバッファーの仕事としては敵にデバフを付与しないと役目を果たせませんので、このあたりはとても大事です。弱点付与のスキルですら基礎確率は最大で80ほどとなりますね。で、ここに敵の効果抵抗などを考えると効果命中を多く積むことが求められますので、とりあえず100から 104%、まあ、テンプレベル8に関してですが目指すのが大事となります。続いて弱点付与についてですが、弱点属性の選択は属性人数によって変わるという点です。例えば2色パーティーの場合、1人ずつ抽選で 75% の確率で選ばれそうと思いますが、属性が2つなので 50% となります。
で属性が増えれば増えるほど抽選率も下がっていきますので、いかに属性を減らすかっていうのがとても重要となるんですよね。キャラの数ではなく属性数っていうのが肝です。で編成を組む場合は属性数をしっかり意識して組まないと、まあ、銀狼の弱点付与は思ったように発動しないっていうことはよくありますね。続いてですが、銀狼は雑魚処理はとても苦手となります。意義の戦闘開始時に全体ダメージというのはありますが、戦闘開始のみとなってます。そのため単体攻撃ばかりの銀狼は敵が多いとどうしても手数が足りなくなるっていうのがあるんですよね。もちろんその中で強い相手にデバフを付与することは可能ですが、全体デバフ持ちのペラと比べると適正さっていうのは出てきます。まあ、単体なのか全体なのかっていう違いですね。それでは注意しないといけない点最後ですが、銀狼においてはサブアタッカーなど運用が多いですが、ダメージは期待しない方がいいです。まあ、もちろん撃破特攻でダメージを出すという方法はありますが、効果命中とダメージを両立するのは厳選難易度がめちゃくちゃ高いですね。まあ、銀狼はあくまで弱点を作れるデバッファーなので、サブアタッカーを考えている人は持ち武器や突前提で引くっていうのが大事です。結構公園水に偏るかなーっていうキャラクターかと思いますね。で銀狼の注意点としては以上となります。銀狼が単体に対して強いデバフ持ちっていうところはありますが、結構キャラクター陣をした準備とか運用方法理解は大事なキャラクターとなってます。続いては公演戦についてです。途上から紹介していきます。まずは持ち武器の降りやまぬ雨ですね。この武器は銀狼のデバフを付与するための効果命中の数値がアップできます。さらに敵の火ダメを増やす効果もあるので、より銀狼のいい部分を伸ばせる公演水となっていますね。続いて世界の名を2手です。スキルの発動によって効果命中の数値が狙えます。スキルを多用する銀狼と相性がいいですね。その他にもデバフ付与の敵へのダメージアップなどもあり、攻撃的な育成に向いています。続いて星4ですね。物の視線です。持続ダメージの効果はありませんが、効果命中を盛るにはいい公演水となってます。重量5までいけば効果命中を 40% 増やすことも可能ですので、公演水が少ないうちはおすすめというところですね。続いて星4です。決意は明日のように輝くです。こちらは効果命中の数値アップはありません。ですがデバフをさらに増やすことができ、防御力を下げることができて、チーム全体の貢献度が上げれる公演水となってます。これに関しては効果命中が十分に漏れた場合はいいのかなと思います。で公演水を選ぶ基準というところですが、基本的には効果命中を意識して選ぶ方がいいです。目標の 100% を目指しやすくなるというのがありますからね。続いて異物についてです。まずは銀狼を育てるのであれば、効果命中重視に育成するといいかと思います。思ったよりも数値が足りないっていうことが多いですね。なので銀河障子などを採用して少しでも足しにするようにしましょう。今回メスでも採用していますが、速度がそれなりに稼げるようであれば点採用設定でも全然問題なしです。続いてサブアタッカー運用についてですが、点採用セットと選手を装備しましょう。こちらは難易度が高くなっています。サブアタッカーといっても効果命中がないとデバフ付与ができませんので、公演水とサブステで胴体を切り替えるという感じになります。また効果命中を稼いでから回心率とダメを上げていくといい感じになりますね。またこの異物に関してですが、漁師染めパーティーの時は戦士をピノコニーに変えて火力アップを狙う方がいいです。これに関してはピノコニーの方が軍配が上がりますね。まあ、個人的には先に紹介した効果命中重視にしてデバフをしっかり付与できることを考えた方がいいのかなと思います。そうでないと銀狼を使う意味とかあんまないですからね。まあ、ラインとしてはスキル必殺技の天部レベル8の時に無凸で 104% を目指すといいかと思います。続いて編成についてです。編成については基本的に2色編成を意識するといいです。まあ、例えばゼーレ、リンクス、フゲンを入れた漁師パーティー、あとはケイリュウ、ペラに対して銀狼、リンクスかフゲンみたいな感じです。まあ、ジンの場合はブローニャ、インゲツの場合は玉みたいな感じになってきますね。まあ、こんな感じでメインのアタッカーに合わせてバッファーと銀狼と漁師キャラを合わせると組みやすくなります。で弱点付与の関係上2種類の方が確率的には狙いやすくなります。
なので属性を意識してしっかり選ぶようにしましょう。最後となりますが、銀狼のガチャについて引くべきかどうかっていうのを話していきたいと思います。個人的に始めたてのプレイヤーほど引くのはありなキャラとなっていますね。星5のアタッカーは全属性まんべんなく持っている人っていうのは正直少ないですし、属性の偏りがある場合はとても重宝するキャラだと思います。また弱点付与を省いても単体特化のデバフを付与できるので、デバファーとしても優秀なんですよね。特に漁師染めパーティーを作れるなら銀狼がいるだけで安定して使い続けれるので、漁師パーティーを目指すなら引きましょう。個人的に引いたキャラの中でもトップクラスに助けてもらったキャラクターですね。やっぱ使用頻度もそれなりに高いです。で、何よりサポーターは腐りにくいっていうのがあります。まあこれは原神と共通しているところですが、スタレでもやっぱサポーターキャラは腐りにくいなと思いますね。育成難易度自体はとても高いキャラクターかなと思いますが、砲脚の庭などで弱点を多少無視できるのは強いですからね。このちょっと敵の弱点を無視できるっていうのが、まあ、メリットに感じるか、まあ、必要性を感じないかで引く引かないを判断するといいと思います。正直アタッカーがいっぱいいるならてか属性に合わせてたくさんいるなら引かなくてもいいなっていうのはありますね。ただやっぱ初心者ほど始めたてな人ほど銀狼がいると助かる場面っていうのは多いのかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。